板ガラスの切断に SK11 超高場ガラス切りオイル式のご紹介です。握りやすいグリップと切れ味が良く寿命の長いローラー式超高場を採用。直線切りはもちろん曲線切りも可能で使いやすさ抜群です。切断しやすいオイル注入式、使用時にネジキャップを2回転ほど緩めると油が刃先に伝わり切り粉が出にくい状態で安定した切断作業ができます。ガラス切りは通常のカッターのように強く押し付けたり刃を何度も往復させてもガラスを切断できません。失敗や怪我の原因にもなり危険です。まず厚手の定規をあてがい55度から70度くらいの角度で手前に寝かせ軽く力を加えます。その角度を維持しながら手首をしっかり固定し肘を引くようにゆっくりとガラス表面に切断線を切り込みます。正しく切れている場合はチーという音がし連続した綺麗な線になります。不要部分と分離させるための切断方法はガラスの厚さによって異なります。切った面を上にしガラス切りで入れた切断線を中心に片側の面の下に定規を置き片手で押さえ反対側を上から押さえててこの原理で割ってください。切断線の裏側をネジキャップ部分で軽く叩いて切り口を深く浸透させてから先ほどと同じようにテコの原理を応用して割ってください。趣味の工芸品製作に DIY に超高場ガラス切りオイル式をぜひお役立てください。このほかより細かな作業に適したステンド用や分厚いガラスも切断可能な本職専用のものなどラインナップを豊富に取り揃えております。